チはもらいました。暑いです。受付終わりまして、カップと、400円つづりの券が何枚かな ?1、2、3、4、5枚。ご飯飲めるってことかね。まあ、まあ、ぼちぼちな感じじゃないですかね。だってなんかサイズ書いてへん書いてへんか、電話かかってきて、あ、ほんまですか。マクロイモみたいな、あ、ありました。僕も大きいのばっかり買うんです。そう、すいません。いや、すいません、またまた、はい、これで洗ってもらえる。ゆすぐの飲む、飲んじゃうのこれ。あ、これはゆすぐですね。こちら飲めるみたい。これ飲んじゃう。飲める、はい。なるほど。ありがとうございました。いや、早い。動画撮りながら。いや、本当に。ジャパンエール 10% か。10%です。ストロングですね、はい、でもそこまでアルコール感が強く出てるわけで。なるほど。わ、すごいフルーティー感がすごいね、これ。ワイン酵母に勝ちますね。独特な風味が出た。うんうん。これ何も言わずにビールですってすがれたら、えって思うね、これ。いやいや、なかなか私が最後の一杯だったみたいです。差が激しいですよ、これ、こっちで。すんごい、すんごい人の意味。いや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 、すごい、9月だというのにすごい残暑。自分の好きなビールを探すという意味では、こういったビールですね、お方としては見つけたもの。ビールも甘い系が好きなのかね、私はね。うちもですね、酒屋やってるんでいろんなもの置いてますけども、やっぱりジャケ買いというのも一つだなって。ジャケ買いですね。あとはやっぱり先ほどですね、おっしゃってましたけど、状態がいい。
城ばっか行ってるな最近。熊本城も行ったし先月。だねは堀しか見えませんここは。またまた撮影します。はい、ありがとうございます。こんな感じか。いただいてよろしいですか。はい、どうぞ。3杯目に入ります。ちょっと変化球いきましょうかね。貸しすぎや。カシスビアを。はい、ありがとうございます。すごい甘そうな。結構酸っぱい系ですね。どちらかというと、はい、カシスのカクテルとはまたちょっとイメージが違うかと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カシスビアです。カシスビア楽しんで帰ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。3番の、はい、これを、はい、はい、はい、まだ長いけど頑張ってね。ありがとうございます。頑張ってね。帯かっこいいでビール。本当だ。3杯飲んだらもうフラフラないけど。大丈夫ですよ、まだまだ。ありがとうございます。これからね、京都の日本酒のもちょっとはしごしを持ってる。やばいことになりそうよ。